QF13 ポンド砲オードナンス QF13 ポンド砲とは1904年にイギリス陸軍が採用した経営砲である。QF はクイックファイアリングの略で即射砲を意味する。QF13 ポンド砲は BL12 ポンド 6CWT 砲や QF15 ポンド砲の後継として防ア戦争の戦訓を取り入れて開発され、1904年に王立騎馬砲兵が 正式採用し、機兵師団の騎は砲兵隊に配備された。13ポンド砲の全体的な形状はほぼ同時期に、不評手段向けに設計された、QF18 ポンド砲マーク I とほぼ同じであり、中体副座機もバネまた座敷のものが、砲身上部に設置されているが、口径は 84mm から 76.2mm に縮小されている。砲弾は当初は、 硫酸弾のみであったが、後には榴弾も供給されている。第一次世界大戦では、初期のドイツ軍のベルギー・フランス進行阻止作戦においては、機動力を活かすことができたが、1914年末、頃から西部戦線が残豪戦に移行し戦線が膠着状態に陥ると、発揮できない機動力は意味がなく、昇降形ゆえの威力の低さだけが目立つようになったため、 騎馬砲兵の装備はすべて QF18 ポンド砲に更新され、残存の13ポンド砲の方針は工業格を取れる、対空砲がに搭載された QF13 ポンド 6CWT 校射砲に回収された。蒸気のように戦闘用としては早期に退役させられたが、現在でもイギリス陸軍では王立騎馬砲兵国王中隊が霊砲射撃用に数門を保有している。 ありがとうございます。